10月は都市緑化月間、森の素晴らしさを都会の人にもと、9月23、24の2日間、東京渋谷の代々木公園で森の産物市が開かれました。苗木のプレゼントをはじめ、各営林局から集められた草花や緑の木々の即売も大盛況。森林直送の自然水の無料サービスも好評です。また丸太切りや竹細工の体験コーナーでは、子どもから大人まで汗をかいての作業ぶり。都会に緑を増やして、オゾンいっぱいの住みやすい環境を作りたいものです。